石燕の章、歴史の転換。1182年末、皇帝襲撃より5つの節が過ぎ去っていた。この間戦線はほとんど動きを見せなかったが、裏では着々と再始動の準備が進行。そしてついに歴史が動き出す。今日という日はフォドラの歴史に刻まれる記念すべき日になるでしょうね。その割に複雑そうな顔だがな。皇帝陛下の胸中やいかに複雑でも何でもないわ。単に力不足を痛感しているだけ。その足りない力、あなたたち同盟から貸してもらうわよ、クロード。力が足りないのはこちらも同じでね。ま、助け合っていこう。俺たちが手を結べば互いの目的を達成できるだろ。ええ、その通りよ陛下。条件の確認は済みました。あとは調印を交わすのみです。こちらも問題ない。ミルディンの管理についても無事まとまった。いろいろと準備してもらって助かったよ、ヒューベルト。ホルストさんもありがとう。俺はどうもこういうのが苦手でな。名手殿が儀式典礼の類を苦手とは思わなかったが、これほど大掛かりな名役の調印式はレスター諸侯同盟の成立以来と言っていいからな。さすがに緊張した。失態がなくて幸いだご冗談を。着物座った様子で完璧にこなしていたではありませんか。レスターの誇る優勝はこういった儀礼にも通じているのだと感服しましたよ。今やホルスト殿も公爵なのよ。その言い方は失礼じゃないかしら。それに軍務卿だってああ見えてやるときはしっかりとやるでしょ。そうですな、見た目に匂わず。おお、そうだ、今日はベルグリーズ博はおられないのか。勝負を預けていたからな。せめて手合わせでもと思っていたのだが。申し訳ないけれど彼は来ていないわ。代わりに彼女はどう。今日は私の護衛として来ているのだけれど、なかなかの腕前よ。会うのは初めてかしら。ああ、では後ほど頼まれてくれるか。ゴネリル公爵ホルスト、レスター最強の男だっけ。一体どちらが強いんだろうね、灰色の悪魔と比べてさ。まあ手合わせくらいなら。あなたの腕も知りたいしね。よし、そうと決まれば。待って待って、今から始めるつもりか。この式を完遂させてから頼むぜ。そうね、私たちを見守っている将兵にもアドラステアとレスター二国の輝かしい盟約締結を示してあげないと。ああ、そうしよう。レスター諸侯同盟の円卓を囲う全ての公と騎士を代表して名手クロード・フォン・リーガンが自らの名において誓約する。レスターはアドラステア帝国と協調し、フォドラの平穏と未来のため尽力しよう。赤き血と白き剣の盟約によっていただかれた総統のわしのもとで誓うわ。アドラステア皇帝エーデルガルト・フォン・フレスベルグの名において帝国はレスター諸侯同盟と手を携え、この大地の安寧と人々の未来を実現しよう。ここに二国の盟約はなりましたな。ああ、この盟約を私たちは守っていかねばならないんだ。これだけの歴史的な事件に立ち会えるとは、君も偉くなったと言うべきかな。君のこれまで以上の活躍を僕は期待しているよ。さて、こうして眺めると円卓会議の顔ぶれも変わったもんだな。俺やグロスタール博は次の当主へと代替わりしたし、ゴネリル公やコーデリア博は着手を名代として出席させるようになった。といっても
ローレンツ殿やリシテア殿は帝国軍と行動を共にしており欠席だ。まあいいさ、今日はただ通達があるだけだ。レスター諸侯同盟は帝国の要請に応じ王国領へ出兵することになった。兵士は主にリーガン、グロスタール、ダフネルの三家が供出する。アリルの谷を抜けるのではなく海を越えてフラルダ流水量に攻め入る予定だ。兄さんが出ないのってもしかして。ああ、パルミラの動きが読めないからだな。シャハド王子が再び来ないとも限らない。コーデリア家も帝国に面していたためにこれまでいろいろあったからな。軍は動かしづらいだろうということで決まった。通達は以上だ。詳細は書面にまとめてあるから持ち帰ってくれ。同盟と帝国に挟まれた王国がさっさと白旗を上げてくれればな。だがそうはいかないだろう。みんな頼んだぞ。ということで、同盟軍は東側より王国領へと兵を進めてくれるわ。私たちはそれと連動し西側アリアンロッドを足がかりに再進攻する。各地の諸侯を心中させながらブレーダット領を目指すのよ。帝国と同盟が盟約を結んだことはもう王国にも知れ渡っているでしょう。利口な領主が多ければそれだけ無駄な戦いは減るはずですが、おそらくそうはいきません。気を引き締めて準備をしてください。どうして？ローベ伯が侵入した時に帝国に就こうとした連中もいたわよね。その人たちはまた帝国に寝返ったりしないの？王家がそんな家を放っておくと思いますか？私たちが体制を立て直しセイロス騎士団の襲撃に対処しレスターと手を組みといったことに忙しく動いている間に王国内では粛清の嵐が吹き荒れました。帝国に通ずるような貴族の大半はまとめて排除されてしまったというわけです。それでも同盟が仲間になった今状況は有利なんだろう？だったら心配はいらねえって。負ける心配じゃなくて多大な犠牲を払う心配をした方がいいって話だよ。ほんと面倒なことをするよね。はあ、気が重いな。どんな目的があれ私たちが攻撃を仕掛ける側なのは確かなんですから、相手が守るために力を尽くすのを止めることはできないと思いますよ。僕なら攻め込まれたら爵位も土地も喜んであげるよ。形勢が不利ならなおさらね。そんな貴族は君だけだろう、リンハルト。いや、貴族に限らない。人は皆奪われることを恐れる。それがたとえ幻想だったとしてもな。ファーガスの民からすれば帝国は何を企んでいるかわからない者たちだろうさ。ガルグマクにいる父からもとうとう旧教団の襲撃が怖くて日々眠れないって手紙が来るようになりました。なんというか大変そうです。王国問題寒いのみです。事前の準備しっかり行います。ペトラさんは相変わらずまっすぐで頼りになりますね。私フォドラの流儀わからない。申し訳ないです。いいのよペトラちゃん、セイロス教も帝国も王国も正直ブリギットの人たちの生き方からすれば理解できないわよね。何にせよこれからの戦いは以前より厳しいものになりうるということです。皆油断なきよう頼みましたよ。昔みたいに気楽じゃいられないわね。勝たなきゃいけない重圧があるもの。
行きましょう。私、頭使う、できます。これならば。なあ、聞いてくれよ。こうするのはどうかしら。任せておいて、行きましょう。いかがかしら。少しいいかしら。そういえば、そうね。そうですな。まったく。そうね。そうだな。やれやれ。
さすがね。あなた、あの、どんな用ですか？はい。実は。実はですね、呆れました。少しいいですか？つまり、ええ、
はあ、嘘だろ。私などに何の話が。聞いてよ。つまりさ、そうだな。やったな。
いが始まるわね。守りを固めない。予定通り行くわよ。私の力試してみてもいいかしら。頑張ってみるわね。私に任せといて。よしと、頑張りましょう。私が活躍してみせます。せめて全力を尽くさなくちゃね。憂いを断ちますわ。相性なんて言い訳にできないでしょ。とにかく攻めてみましょうか。死んでは元も子もありませんもの。味方の士気は上がるかしら。私に任せといて。よし、片付けに行くわ。試してみてもいいかしらが。負けないわ。任せてちょうだい。私の出番。見ていなさい。少し休んでて。よっ、せっ、待てよ。あなたたちの負けよ。邪魔だ。よっ、傷が深いので撤退しなければ。力及ばず、すまぬ。私は止められない。あなたの力はこんなものじゃないはず。もっと見せてくれる。協力させてもらう。邪魔だ。やって見るわ。活躍して援護に見せます。見ていなさい。私たちも負けてはいられませんわ。予定通り行くわよ。私の力、頑張るわ。この傷じゃもう戦えねえか。準備いい？やっちゃいましょう。ごめんなさいね。任せてちょうだい。私が援護すればよさそうね。試してみてもいいかしら。頑張ってみるわね。予定通り行くわよ。任せなさい。私が出るわね。ここを押さえておけば相手にきっと効くはず。強くなるたびにまた戦い、その繰り返しよ。私も負けないわ。そこ、よいしょ。よっ、やっ、やっ、くぞ。やっ、
シェフより苦い思い出になりましたか。ここや、誰にも負けるつもりはない。やっ、頑張った。そんな、よいしょ、そこ。ここは使わせてもらうわね。お願い、手伝って。準備はいい？近づいたわ。ちっと、やっ、せいや、とっ、せいや、せいや、しまった、せいや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 、激しい攻撃だったわ。守れてよかった。強くなるほど死は遠ざかる。感染を受けるならやはり舞台がいいわね。陣地の構築は終わったよ、クロード君。でもいいの？いいって何がだ？全然攻め込む体制じゃないわよね。犠牲を減らすこと優先っていうか。そんなことないぜ。相手が隙を見せたらすかさず攻めかかるさ。見せなかったら？まあここでこうして睨み合いに終始することになるかもな。それでいいの？何も得るものがないじゃない。俺たちがここにいることで帝国軍が相手をする王国軍が大きく減るんだ。こっちも本気で軍を動かすのは帝国軍がもっと北上した後、ブレーダット領を制圧できる見込みがついてからになると思うが。もし失敗しちゃったらどうするのよ。損失で同盟が固まっちゃうんじゃない？ヒルダ、あんたが同盟の損失を心配できるようになるなんてね。ちょっとジュディットさん、ヒルダちゃんだって成長するんですよ。あ、そうみたいだね。頼もしいよ。ただ今回に限って言えばその心配は無用だぜ、ヒルダ。そもそも帝国から損が出ないだけの見返りをもらってるし、それはこれからも続く。そうじゃなきゃ大層な盟約を結んだ意味がないだろう。帝国がどれだけ約束を守ってくれるかは、私はちょっと懐疑的だな。もちろん盟約は信じたいけど、でも状況が変わったら手段を選ばない人たちって印象があるからね。手段を選ばないって点では俺自身も相当のもんだって自覚があるからな。帝国のやり方に納得がいかなければ盟約を破るのはこっちかもしれないぜ。こっちかもしれないぜじゃないでしょ。不穏なこと言わないでほしいな。まあもしもの話だ、心配すんなって。けどもしもの時が来ちまったら、ヒルダ、悪いが俺についてきてくれ。仕方ないな、他ならぬクロード君のお願いだしね。陛下、帝国軍が
王国西部に向けて軍を進発させたとの報告が。西部はようやく落ち着いてきたばかりだ。助けに行かなくて大丈夫なんですか、陛下。マテウス領にはロドリグを派遣してある。現状で避けるだけの兵も送った。アネットやギュスタブも男爵のもとに向かわせたが、基地と出るか京都出るか、無論俺たちも駆けつけたいところだが、状況を見ればそうもいかないだろう。ああ、クロードが敵に回った以上俺たちも下手な動きはできん。北東部から少しでも軍を動かしてみろ。すぐに同盟軍が攻め寄せてくるだろうよ。我々が今できるのは戦力を分けて牽制と迎撃に徹することだけでしょう。このような状況は避けるべきでしたが、両国が手を組むのは想定の拉致外でしたな。イノシシ、手をこまねいているつもりか。このままでは押し込まれるだけだぞ。苦し紛れの一手ではあるが、西部ではジェラルト傭兵団を雇い入れたと聞く。マグドレド街道で戦果を上げた傭兵団だ。今回も必ずや活躍してくれるだろう。要はそうした戦力を使い潰しながら耐え続けるしかないということか。公爵、そう悲観すべきではありません。帝国はここ数年で急速に改革を進めた。同盟との協調もそうですが、そうした変革を皆が喜んで受け入れているわけではない。王国を制圧しようと前のめりになるほど足元がおろそかになることでしょう。つまりは帝国で内乱が起こると。そんな可能性に期待はしたくないがな。そういった噂もあるというだけの話だ。古い慣習を廃することを否定はしない。だがそれを強行すれば国は内から壊れる。こちらもこの数年間は改革の後始末に追われ続けてきたようなものだからな。ああ、変革には痛みが伴うなどと言うが、拙速な変革は逆に国を腐らせるだけだ。急がなきゃいけない理由があるんですかね。人の国に押し付けるなって話ですけど。互いに落としどころを探ることができれば協調の道もあったのかもしれない。だが俺たちはすでに多くの仲間を失った。イングリッドたちのようにな。彼らが何のために命を落としたか、それを思えばもう引き返す道はない。始まるわね。勝って笑うって決めたんだから。私たちがいれば必ず勝てるわ。はっはっやっ、失礼します。これならどうでしょう。ベルの出番ですよ。うまくいくといい。予定通り行くわよ。私に任せた。ここまで見たらね。
私に任せといて。よっ、もう来ない。とっはっとっはっシーよ、許したい。私にできるでしょうか。ドルテ、せめてシュラの元へ。やっ、そこく、あとは頼みます。まだでも、やっ、えい、やっ、はっ、やっ、誰よりも武勲を立ててやる。劣勢ですね。なんとか巻き返さないと。私に任せといて。よし、片付けに行くわ。予定通り行くわよ。私の力見せ。
くやったわ。これで私たちはまた一歩進める。